農夫の朝食農夫の朝食は、ジャガイモを使ったドイツ料理の一つ。レストランでもメニューに掲載されている。小さく、角切りにしたベーコンとあらかじめ茹でたジャガイモを、スライスしたもの、玉ねぎ、ニラ、ネギを、こんがりと炒めて、最後に、溶き卵で閉じたもの。スライスしたジャガイモの炒め物料理のバリエーションの一つ。鶏卵で、オムレツのように閉じてもいい。その場合は、 ドイツ風オムレツと呼ばれることもある。サラダやキュウリピクルスを添えて供される。似たような料理にツビーベルフライシュと呼ばれるものがある。玉ねぎ肉炒めの良い,い。ビアホールなどのメニューにある。早い話が農夫の朝食の牛肉版である。ピッティパンナ蒸気の料理に似たもので、スウェーデンではピッティパンナと呼ばれる家庭料理になる。肉とジャガイモを炒めたものの上に、 目玉焼きを乗せる料理である。蒸気の、農夫の朝食のようなベーコンやソーセージを使うのとは違い、豚や牛のサイコロ肉を使うことの方が多い。上に必ず、目玉焼きを乗せるのが、スウェーデン風である。スウェーデンの家庭ではよく食べられている料理である。店によっては、ピティパンナと書いてある場合がある。この料理のドイツ版が、ツビーベルフライシュである。ありがとうございます。